画面中央のムチ知シ主は2019年の時点で立ち入り禁止になっていない山の中での未踏の最高峰である。未踏峰とはこれまでに人類が登場したことのない山のことである。未踏峰とも表記し、諸女法とも言う。今なお未踏峰であり続けている理由は様々である。地理的に孤立しているため、または政治的に不安定で、 立ち入りが困難なために山に到達できない場合や、宗教上の理由で立ち入りが禁止されている場合などである。また、後方に登ることは、世間の注目を集め、一旦登頂されても他のルートの開拓や、陶器などのより厳しい条件での登頂など、何度も挑戦されるのに対し、低い山は、たとえ登頂が困難であっても、あまり注目を集めないために放置されるということもある。 未登法の中での最高峰はどの山であるかを決定することはしばしば論争となる。一部の地域では測量を結果や地図がまだ信頼できない。探検家、登山家、地元住民の登頂に関する包括的な記録がない。場合によっては大規模な団体による現代の登場でも文書化が不十分であり、世界的に認められるリストがないため、 世界最高の未投法の決定は一部推測的なものになる。ほとんどの情報源ではブータンにあるガンカープンスムを世界最高の未投法としている。1994年以降、宗教上の理由により、ブータンが国内の6000メートルを超えるすべての山への登頂を禁止しており、ガンカープンスムも立ち入り禁止となっている。三つの頂を持つ島のもしきず。 垂直の矢印は、それぞれの頂のプロミネンスを示している。水平の破線は、より高い頂を囲まない最も低い投降線を示している。頂の上の矢印は、その頂のペアレントピークを指している。多くの山には、最高峰の他に、付属峰が存在する。一般に、ある頂が独立した山か、別の山の付属峰と見なされるかは、 その頂のプロミネンスが考慮される。山と付属法を区別する客観的な基準はいくつか提案されているが、広く合意された標準は存在しない。1994年、国際登山連盟は、アルプス山脈の頂のうち、標高が4000メートル以上、プロミネンスが30メートル以上の82座を、明確な山として分類した。ある山が、 本当に未到頂であるかを判断するのは難しい場合がある。19世紀半ばに近代的な登山が始まるよりもずっと前に人類が山頂、またはその近くまで移動したことを示す痕跡が残っている。アンデス山脈での考古学的発掘調査によると人類は戦史時代に最高で標高6739メートルの地点まで移動していた。 アンデスでは12000年前に標高4500メートルの高級的集落が作られていた。チベットのラサにあるグレーターヒマラヤ地域では7世紀以来標高3650メートルの場所に人々が生活しており、標高4000メートル以上にも多くの小集落が存在する。何千年もの間高地に人が住んでいる場合、集落の近くの山頂に 過去のある時点で登頂した人がいるかもしれないし、登頂されていないかもしれない。しかし、特に第三脈のいくつかの広報は、非常に遠く、ヨーロッパの探検家が最初に目撃した時に、地元の住民に知られていなかった、集落から離れた多くの地域はこれまで探検されたことがないかもしれない。世界第三位の広報、カンチェンジュンガは、すでに何度も登場されている。しかし、 最初の登頂者が地元の人々の信仰を尊重して山頂の最上部には足を踏み入れないことに同意し、その後の登山隊もその伝統を守っている。インド第二位の高峰なんだデビも同様の理由で最上部には足が踏み入れられておらず、1983年以降は入山自体が禁じられた。マチャプチャレは1957年に一度だけ、 英国体が頂上から150メートルの位置まで登っている。ネパール政府はそれ以降この山への入山を禁止している。ブータンゴーフラ峠から見たガンカープンスムの山頂未踏で最も標高が高いと広く主張されている山はガンカープンスムである。この山はブータンの中国との国境の近くにある。ブータンでは1994年以降6000メートルを 越える山への登山が禁止されている。この禁止の理由は、広報を神が住む場所とみなす地元の慣習と、インドよりも近い場所からの高高度救助リソースの不足である。2003年には、ブータイ国内での、あらゆる種類の登山が完全に禁止された。ブータン政府が登山を禁止している限り、ガンカープンスムは、未踏法のままとなる。カブルー通法は、未登の後方の一つ。 立ち入り禁止になっていない未踏の最高峰がどの山であるかは前述の山の定義の問題により不明確である。一部の人々はプロミネンスが100メートル以上の場合を山としているが国際登山連盟は30メートル以上としている。国際登山連盟の基準に基づくとパキスタンの無知チチシュが立ち入り禁止になっていない未踏の最高峰である。その他の未踏の後方にはカブルー、 ラブチェ・カンスリーボン、カルジャンなどが知られている。ミッドウーの中でプロミネンスが大きい山はプロミネンスの定義から独立法となるが標高が比較的低いものもある。このような山はずっと以前に記録に残されていない登頂が行われていた可能性が高くなる。カザフスタンと中国の国境にあるサウイル山脈の最高地点であるサウイルスオタシヤ、 南極沖のサイプル島のサイプル山には登頂成功の記録はない。これらの山が本当に未登頂であるかを確認するのは困難だが、特にサイプル島は南極沖の無人島であり、人が住んでいる場所から遠く離れているので、サイプル山が未登頂である可能性は非常に高い。以下に2018年8月時点で未登頂と考えられている。 プロミネンスが150メートル以上の山をあげる。ありがとうございます。